ライズ東京プレゼンツ高橋尚子キープオンランニング。この番組は健康睡眠ライズの提供でお送りします。高橋尚子キープオンランニング。おはようございます。高橋尚子です。良い睡眠良い走りオンオフしっかりとっていますか。半蔵門の東京 FM からお送りしています。高橋尚子キープオンラーニング。さあついに今年も最後の月12月に突入。あと1ヶ月で2016年も終わりですね。さあ気合を入れて乗り越えていきましょう。そして12月といえば忘年会の時期でもあります。もう始まっているところもあるんでしょうかね、ランナーもお酒の好きな方多いです。トップランナーもジョガーの方もそうだと思うんですよね。特に走った後の一杯っていうのは寒い時期でもやっぱり美味しいですし、それを楽しみに走る方っていうのもねいらっしゃると思います。まあ、私自身は現役時代1ヶ月から2ヶ月の間に1度ぐらいしかね、飲む機会はあまりなかったんです。チームメイトと部屋会で、みんな集まって喋、るのがメインで、飲むのがサブっていうような感じの飲み会だったんですけれどもね。現役の引退の後飲む量がじゃあ変わったかというと本当全く増えてないぐらいですね。実はお酒がとっても弱いんですね。アジア雰囲気っていうのは大好きなんですけれども、なので家には実はワインが500本ぐらいあります。一人であれば多分1本も開けないと思うんですけれども、時々家に友人や、チームメイト、元チームメイトが遊びに来てくれて、1日延々と飲むことがね大好きですね。例えば瀬古さんだったりとか谷川麻里さん、野口みずきちゃんとか尾崎よしみちゃんなんかはやはり泊まりで飲みに来る人が多いですし、また強いんですよね。この番組で、時々出てきてくれる西谷彩子さん、彩吉、通称彩吉なんですけれども、彼女もやはり泊まりに来て一緒に走って一緒に飲んだりしています。ご飯を作って喋り同士の一日ですね。そしてワイン好きは高じて名誉ソムリエの称号もいただきまして、今ソムリエドヌールとしても活動しています。まあ、とはいえ何が活動の仕事かというとそういうのはないんですけれども、ワインの楽しさだとかワインの美味しさを広めるのが仕事だということでね、ぜひリスナーのあなたもワインを今日飲んでください。でお酒っていうのはやはり仲間との交友関係が広がることでも最高なんですけれども、気をつけなければいけないことっていうのも実はとっても多いんです。まず大会前、いつもよりはぜひ少なめにしてください。我慢して根性で大会を迎えるとかそういうことではなくてですね、やはりお酒を飲むとアルコールを分解するのに体内の水分をどうしても使ってしまうので脱水症状になりがちなんですよね。夏の間だけ脱水症状がなるというのは間違いで、冬のマラソン大会も実は飲まないからこそ脱水症状になりがちになってしまう方も多いです。給水ももちろんなるべく早めに取ることが大切なんですけれども、特にお酒を飲んでいるとそういった脱水症状になりがちになるので、ぜひそういう時はお酒と一緒に隣に水を置いて一緒に飲むようにしてください。ただね、悪いだけではないんですよ。食欲がどうしてもなくて疲れているっていう時は、逆に今度は食事と一緒にアルコールを一杯飲むことによって食欲が出てきたりもするんです。一緒のチームメイトだった有森裕子さんは、長い距離をした後はあえてその一杯を飲んで、食欲増進につなげていたっていうのもあります。まあ、皆さん、もう年末です。そういう機会も増えると思います。酒は飲んでも飲まれるなど言いますけれども、その時の状況と体調に合わせて、ぜひ楽しいお酒を飲んでください。お送りしているのは小袋 42.195キロです。こちらはラジオネームサニーナオさんからのリクエスト、
どのランナーにも当てはまるアップテンポで気持ちを前に押してくれる曲と、いただきました。大阪マラソンのテーマソングにもなっていて、本当聞くとテンション上がって走ることができますよね。さあ、そして番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組のホームページ tfm.co.jp/jog、 こちらのメッセージフォームから送ってください。また半蔵門ランナーズサテライトジョグリス、そちらに私とつながるメッセージボックス置いてありますので、ランナーの方ぜひジョグリスに立ち寄った際はメッセージを残していってください。そして今ラジコでこの番組を聞いている皆さん、ラジコの画面上にあるシェアのボタンを押せば LINE や Facebook、Twitter などで簡単にシェアできますので、ぜひキープオンランニング、お友達やご家族におすすめしてください。では楽しい週末をお過ごしください。キープオンランニング、高橋直子でした。バイキュー。東京 FM、 東京 FM、チームメイト、元チームメイトが遊びに来てくれて、一日延々と飲むことがね大好きですね。例えば瀬古さんだったりとか、谷川麻里さん、野口みずきちゃんとか、尾崎よしみちゃんなんかはやはり泊まりで飲みに来る人が多いですし、また強いんですよね。この番組で、時々出てきてくれる西谷彩子さん、まあ、彩吉、通称彩吉なんですけれども、彼女もやはり泊まりに来て一緒に走って一緒に飲んだりしています。ご飯を作って喋り同士の一日ですね。そしてワイン好きは高じて名誉ソムリエの称号もいただきまして、今ソムリエドヌールとしても活動しています。まあ、とはいえ何が活動の仕事かというとそういうのはないんですけれども、ワインの楽しさだとかワインの美味しさを広めるのが仕事だということでね、ぜひリスナーのあなたもワインを今日飲んでください。でお酒っていうのはやはり仲間との交友関係が広がることでも最高なんですけれども、気をつけなければいけないことっていうのも実はとっても多いんです。まず大会前、いつもよりはぜひ少なめにしてください。我慢して根性で大会を迎えるとかそういうことではなくてですね、やはりお酒を飲むとアルコールを分解するのに体内の水分をどうしても使ってしまうので脱水症状になりがちなんですよね。夏の間だけ脱水症状がなるというのは間違いで、まあ、冬のマラソン大会も実は飲まないからこそ脱水症状になりがちになってしまう方も多いです。給水ももちろんなるべく早めに取ることが大切なんですけれども、特にお酒を飲んでいるとそういった脱水症状になりがちになるので、ぜひそういう時はお酒と一緒に隣に水を置いて一緒に飲むようにしてください。ただね、悪いだけではないんですよ。食欲がどうしてもなくて疲れているっていう時は逆に今度は食事と一緒にアルコールを一杯飲むことによって食欲が出てきたりもするんです。一応のチームメイトだった有森裕子さんは長い距離をした後はあえてその一杯を飲んで、食欲増進につなげていたっていうのもあります。まあ、皆さんもう年末です。そういう機会も増えると思います。酒は飲んでも飲まれるなと言いますけれども、その時の状況と体調に合わせて、ぜひ楽しいお酒を飲んでください。お送りしているのは小袋 42.195キロです。こちらはラジオネームサニーナオさんからのリクエスト、どのランナーにも当てはまるアップテンポで気持ちを前に押してくれる曲と、いただきました。大阪マラソンのテーマソングにもなっていて、本当聞くとテンション上がって走ることができますよね。さあ、そして番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組のホームページ、月は高じて名誉ソムリエの称号もいただきまして、今ソムリエドヌールとしても活動しています。まあ、とはいえ何が活動の仕事かというとそういうのはないんですけれども、ワインの楽しさだとかワインの美味しさを広めるのが仕事だということでね、ぜひリスナーのあなたもワインを今日飲んでください。で
お酒っていうのはやはり仲間との交友関係が広がることでも最高なんですけれども、気をつけなければいけないことっていうのも実はとっても多いんです。まず大会前、いつもよりはぜひ少なめにしてください。我慢して根性で大会を迎えるとか、そういうことではなくてですね、やはりお酒を飲むとアルコールを分解するのに体内の水分をどうしても使ってしまうので、脱水症状になりがちなんですよね。夏の間だけ脱水症状がなるというのは間違いで、冬のマラソン大会も実は飲まないからこそ脱水症状になりがちになってしまう方も多いです。給水ももちろんなるべく早めに取ることが大切なんですけれども、特にお酒を飲んでいるとそういった脱水症状になりがちになるので、ぜひそういう時はお酒と一緒に隣に水を置いて一緒に飲むようにしてください。ただね、悪いだけではないんですよ。食欲がどうしてもなくて疲れているっていう時は、逆に今度は食事と一緒にアルコールを一杯飲むことによって食欲が出てきたりもするんです。一緒のチームメイトだった有森裕子さんは、長い距離をした後はあえてその一杯を飲んで、食欲増進につなげていたっていうのもあります。皆さん、もう年末です。そういう機会も増えると思います。酒は飲んでも飲まれるなと言いますけれども、その時の状況と体調に合わせて、ぜひ楽しいお酒を飲んでください。お送りしているのは小袋 42.195kg です。こちらはラジオネームサニーナオさんからのリクエスト、どのランナーにも当てはまるアップテンポで気持ちを前に押してくれる曲と、いただきました。大阪マラソンのテーマソングにもなっていて、本当聞くとテンション上がって走ることができますよね。さあ、そして番組ではあなたからのメッセージをお待ちしています。番組のホームページ tfm.co.jp/jog、 こちらのメッセージフォームから送ってください。また半蔵門ランナーズサテライトジョグリス、そちらに私とつながるメッセージボックス置いてありますので、ランナーの方ぜひジョグリスに立ち寄った際はメッセージを残していってください。そして今ラジコでこの番組を聞いている皆さん、ラジコの画面上にあるシェアのボタンを押せば、 LINE や Facebook、Twitter などで簡単にシェアできますので、ぜひキープオンランニング、お友達